こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国の脅威が迫る中、奄美大島近海を中国原子力潜水艦が潜航したまま航行を続けた。浮上しまたも航行した中国海軍も情報収集を目的としてわざと仕掛けてきた。この時に日本は当然潜水艦と護衛艦加賀なども警戒任務に当たっている。その中に B1 哨戒機も含まれる。日本がどれだけの探知能力があるのか見ているのだろう。ではそんな B1 哨戒機の警戒力の凄さにスポットを当てて話します。皆さんはレーダー照射事件と呼ばれる事件をご存知ですか？2018年平成30年12月20日午後3時頃、能登半島沖の日本の排他的経済水域内を海上自衛隊の航空機が飛行していました。その航空機に対して海上から韓国海軍の駆逐艦が射撃管制用のレーダーを照射したという事件です。実は、その何年か前にも似たような事件が起こっていました。その時の相手国は中国だったのですが、今度は韓国かよという気分が蔓延したような雰囲気を感じたのは筆者だけではないでしょう。この韓国駆逐艦は航海道を9の艦船でした。この名前は古代朝鮮時代に半島を統一した大王の名前です。敵を討ち国威発揚にはふさわしい名前と考えたのでしょうね。排他的経済水域というのは沿岸から200海里約 370km までの範囲の海域で、水産資源の開発など経済的な権利の及ぶ海域のことです。ですから領海ではないが、その国の経済資源になる範囲ということですね。中国や韓国漁船の違法操業などがニュースになるのも当然だと思われます。そんな大事な日本の排他的経済水域に入り込んだ韓国の言い分は、北朝鮮の船を追って入ってしまったということですが、真偽ははっきりしません。追跡していたはずの北朝鮮の船の存在も曖昧なままになってしまっています。2年経った今も、日本側の主張と韓国側の主張とは全く食い違ったままですが、韓国がレーダーを照射し航空機こそ最新 AP-1 哨戒機だったのです。この P1 哨戒機は照射された時のレーダー探知音を公開しています。レーダー音には違いがあって、探索用と火器管制用とは波が異なるそうです。韓国は探索用レーダーと主張していますが、 P1 哨戒機が分析したのは火器管制レーダー波でした。つまり標的に照準を合わせるためのレーダーだったということです。日本はその音を加工して
公開したのです。あくまでも白を切り続ける韓国にこれこの通りと証拠を突きつけたわけですね。それでも韓国は自分たちの非を認めようとはしていません。この P1 哨戒機は2013年平成25年から海上自衛隊が配備を始めました。2008年に飛行試験を行った2機は厚木基地に配備されたそうです。海地がそれ以前に使用していたアメリカ製の P3C 哨戒機の代替機として配備したのが P1 でした。これは日本の長年の悲願ともいえる純日本製の航空機。製造は川崎重工業です。2019年には22機が完成しています。計70機を最終的に配備する計画となっているそうです。2008年の予算に計上された価格は4機合計679億円ですから、1機あたり約170億円ということですね。先輩機である F-35 シリーズ戦闘機等は1機あたり約120億円でしたから、比較すると単価が上がっていることは明らかです。しかし高い価格に見合うだけの性能はちゃんと備えています。先輩機である P3 と比べると最大速度や巡航速度は約3割増し、航続距離も約2割増しという結果を出しました。と言っても上記のデータは国防に関わる最高レベルの機密です。つまり公表されている情報を鵜呑みにはできないということですね。余談ですが、2010年平成22年には鹿児島の鹿屋航空基地に飛来し、周辺の人たちを驚かせたというエピソードもあります。設計は2001年平成13年から2004年平成16年の4年間、試作は2003年平成15年から2009年平成21年の年月で行われ、試験は2006年平成18年から2011年平成23年までという長期計画のもとに開発されたのがこの哨戒機だったといえます。国産ということへのこだわりを強く感じるのは筆者だけではないでしょう。 P1 哨戒機の長所は対潜水艦の有能な探知機能が備わっているということでしょう。非常に優秀な探知能力の凄さは通常動力型潜水艦だけではなく、原子力推進型の潜水艦までも捉えることが可能と言われています。同盟国のアメリカ潜水艦は言うまでもなく、ロシア潜水艦の行動も把握していると推測されます。おそらくというより、確実に、中国の潜水艦も捉えていると思われます。海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを証明したと言っても良いと思います。P1 哨戒機は盾に例えられるようですが、実際の運用上では矛の役目もできます。つまり、防御だけではなく、攻撃もできるということです。ですから、魚雷や空対艦ミサイル等の攻撃用兵器を装備することもできると言われているのです。理由は、P1 の機室下部に爆弾倉という爆弾やミサイル等の
収納スペースがあるからです。この中に対潜水艦用爆雷や魚雷を格納します。同時に主翼下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを吊り下げるシステムもあるのです。通常の哨戒任務以外にも、一丁、有事の際には、こうした武器を乗せられる。B1 の有用性の高さも、広大な日本の領海を警備する海上自衛隊では、絶対見逃せないものでしょう。しかし、ここで、ちょっとした疑問があります。冒頭に説明した韓国の駆逐艦と一触即発の状況下で、この P1 哨戒機は本当に有利だったのでしょうか？残念ながら、この質問にはいいえと答えざるを得ません。その理由として、P1 には対艦船用誘導弾が備えられていなかったから、というだけではありません。仮に装備していたとして、仮に応戦のため、韓国海軍にそれを使用したとしても、P1 は不利だったと、推測されるのです。というのは、近代的な駆逐艦ならば、遠距離でも対応可能な、艦対空ミサイルや中距離用の艦砲、そして近距離用には機関砲など、何種類もの防御用兵器を準備しているはずだからです。嫌な想像ですが、万が一交戦状態となってしまったら、日本の誇る、純国産哨戒機が撃墜されて、日本海に沈んでいたかもしれません。まあ、その前に、スクランブルで自衛隊の戦闘機が、駆けつけてくれるだろうとは思いますが、そうなると国 VS 国の戦争になりかねません。それは、それで恐ろしい事態になります。P1 は世界で初めて光ファイバーで操縦信号を送る飛行制御システムを取り入れました。電子機器類は電磁波を発します。それらが機体に様々な干渉を及ぼすことがあります。このシステムは機器類から発せられる電磁波の干渉を減らして、より一層安全に飛行させるためのものです。ちなみに光ファイバーにしたことで P3 で使用できなかった電子レンジが使えるようになったとか、乗員の福利厚生面でも改良されたと言えるでしょう。メリットはまだあります。配線が軽量化しましたし、使用する電力も低減できるようになったということです。テクノロジーの進化が良い方向に動いた一例でしょうか。P1 哨戒機には F7 ターボファンエンジンを主翼の下に4機を設置するそうです。高いパワーと静粛性、さらに燃費の良さもあるという優れもののエンジンです。このおかげで約 8000km とも推測される長大な距離の航続が可能になったとされます。先輩機である P3C 哨戒機は約100機配備されていました。防衛省では、いずれ P3 をすべて P1 に置き換える計画ということです。しかし、P1 の性能は
飛躍的にアップしました。前述のように、航続距離や連続稼働時間が延長したので、P3 よりも少ない数で同レベルの哨戒能力を維持できるのではないかと考えられています。哨戒機の価格は決して安いものではありません。巨額な国家予算でも、1回で全数を購入するのは難しいでしょう。しかし、現時点では、22機配備されていますし、徐々にですが、合計70機程度を、目処として配備が進められています。